バイクのようなハンドル、前輪一輪、後輪二輪の三輪車がトゥクトゥクです。熱海駅前に今月トゥクトゥク専門のレンタル店がオープンしました。この店では3人乗りから7人乗りがあります。料金は3人乗りが2時間で5600円から。今月来月は 30% オフです。友達が同期が何人か来てたので、せっかくだしなんか面白いことしようかなっていうので、トゥクトゥク乗ろうかなっていうのが始まりですね。アクセルやウインカーなど操作方法のレクチャーを受けたら出発です。左の場合はそうですね、セカンドローギア使ってゆっくり降りてきて、トゥクトゥクはタイではタクシーとして知られていますが、一般の人が運転することはできません。日本では普通免許で運転でき、道が狭く坂道が多い熱海にもマッチしています。より自由度の高い移動というものができるのかなと思っております。トゥクトゥクは伊東市の伊豆高原駅前の店でも6月からレンタルを始めています。料金は1時間4400円からです。日本でもし自分で運転できたら、憧れの乗り物に乗れたら、これはめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなっていうので始めたっていう感じです。めちゃめちゃ楽しいです。風を肌で感じ、一味違う旅も体感できるトゥクトゥク。コロナ禍でも利用しやすいところも人気の理由の一つです。すごく楽しかったです。バイクとも車とも違う走り方っていうか動きがして新鮮でした。風を感じながら、まあ、普通の車とは違った乗り味で、なんか童心に帰れるような、なんか思わず笑顔になるような楽しい体験でした。トゥクトゥクは新たな交通手段として今後ますます増えていくかもしれません。